アーティストアカデミー東京ボーカルインストラクターの南田真由美です。この動画ではボーカルマスターメソッドの V2 の5話し声と歌声の切り替え、響きをつないでいくことの必要性、メソッド名母音移動トレーニングキッズ編をお送りいたします。今日も助野純子先生にお越しいただきました。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。今日は母音移動トレーニングです。先生、母音移動トレーニングは、はい、やっぱり歌を歌うことにはすごく必要だと思いますよね。そうですね、うん、母音って響き、曲響きじゃないですか、うん、そこがやっぱり崩れちゃうと音程も出ないし、うんうんうん、確かでしょうね、うん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 、それを、今日は実践編として先生と私と一緒にみんなで歌っていければなと思ってます。では頑張っていきたいと思います。今日はですね、先生、このあ、え、い、おでちょっと変えてみようかと思うんです、あいうえを。それでちょっと練習してみようと思います。あ、え、い、お、はい、ね、はい、じゃあちょっと、もうやってみましょうか。はい、はい、ちょっとお待ちくださいませ。じゃあみんなも立って正しい姿勢でしっかりした息のコントロールでしっかり息を吸って吐いて実践してみてね。はい、はい、
でも気が向いたら気が、あっと思ったら一回やるくらい、やっぱ何か何回やるか結構ね、たくさんやった方がいいですね。そうですね、こういうのもいいかもしれない。あっ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 あに、あっゆっぴあっぽっ、あっゆっぴゆっぽっ、とかこう、なんかこういろいろ変えてみてやるとすごくあのいいのかなと思ったりします。はい、私はやっぱりスタッカートを押しますね。なるほどね、子供の力頑張っていきましょう。はい、ね、またまた続きますからね、まだまだ頑張ろうね。